トット・ブライアン・フレジャーは、アメリカ合衆国ニュージャージン州オーシャン軍、ポイントプレザント出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。現在は、フリーエージェント。愛称は、トット・ファーザー。シンシナティレッツ時代2007年の MLB ドラフト一巡滅移保で、シンシナティレッツに入団。2011年5月23日の、フィラデルフィア・フィリーズ戦メジャーデビュー。 2012年は衰えていたスコット・ローレンに代わってシーズン途中から三竜一種のレギュラーをつかんだ。またチームの手法であるジョーイー・ボットの離脱時には一竜一種としても試合に出場した。規定打席には到達しなかったが128試合に出場し19本類打67打点を記録。ナリーグ新人王の投票ではブライス・ハーパー ウェード・マイリーに次いで3位に入った。2013年は3類のレギュラーの座を完全に、いとめて150試合に出場。うち140試合で3類のスタメンを務めた。打率こそ、273から234まで低下し、29二塁打、2年連続となる19本塁打を記録した。一方で、前述の打率低下に加え、 三振が125まで増えた。2014年は三塁を中心に、ボットが戦線を離脱した際には一塁も務めて157試合に出場する。打撃面では三振の数こそ前年から増やして139個だったが、打率は273と2012年と同水準まで回復。さらにホームランも前年から10本上乗せし、7月20日に 自身初の20本塁打に到達すると、その後1ヶ月間ほど本塁打が出ない時期が続いたが、最終的には、ナショナルリーグ4位となる29本塁打を放った。打点でもメジャー4年目で初となる80打点を記録し、本塁打、打点、安打は、チームトップの数字だった。打撃以上に、超速の進歩を遂げたのが、スピードで、 2011年から2013年までの3年間で通算盗塁数は10個だったが、この年だけでその倍に当たる20盗塁を決め、20本塁が20盗塁を同時達成した。2014年のナリーグで20本塁が20盗塁を同時に達成したのは、フレイジャーを含めて3人だけという記録だった。2014年のレッツは、 手法のボットの先線離脱とジェイブルースの不振に見舞われ、ブランドン・フィリップスやライアン・ラドウィックといった他の主力打者の成績も軒並み低下した。そんな中フレイジャーは、新鋭の聖捕手であるデビン・メソラコと共に大砲として打線を支えた。2015年2月8日、2年総額1200万ドルで契約を延長した。この年は前半戦で打率28。284。 25本塁打、57打点、8盗塁という成績を記録し、2年連続でオールスターのメンバーに選出された。また、本塁打競争のメンバーにも選出され、1回戦プリンス、フィルダーを14から13で下し、準決勝に進出すると、準決勝では、ジョシュ・ドナルドソンを10から9で下し決勝に進出。15から14で、ジョク・ピーダーソンを下し、 ホームのシンシナティで優勝を果たした。オールスターの試合には2番3塁でスタメン出場したが3打数無安打に終わった。合計157試合に出場して打率25535本塁が89打点13盗塁を記録した。打数はラリーグ最多だった。シカゴホワイトソックス時代2015年12月16日にレッツ シカゴホワイトソックス、ロサンゼルスドジャース間の三角トレードでホワイトソックスへ移籍した。2016年は158試合に出場して打率、225、40本塁打、98打点、15盗塁という成績を記録した。本塁打は自身初の40本台でアメリカンリーグ6位にランクインした。2017年1月13日に、 単年1200万ドルで契約延長した。ニューヨークヤンキース時代2017年7月19日に、タイラー・クリッパード、イアン・クラーキン、ブレイク、ラザー・フォード、キト・ポロとのトレードで、トミー・ケインリー、デビッド・ロバートソンと共にニューヨークヤンキースへ移籍した。8月24日のデトロイト・タイガース戦で、アレックス・ウィルソンから、恋支給を受け、 両チームから選手が入り乱れる乱闘になった。シーズン全体では147試合に出場して、打率213、27本塁が76打点の成績だった。ポストシーズンにはチームのムードメーカーとして重要な役割を果たした。オフの11月2日に FA となった。ニューヨークメッツ時代2018年2月7日に、 ニューヨークメッツと2年総額1700万ドルで契約を結んだ。5月3日に今シーズンの審判は以前のシーズンよりもストライク判定の精度が悪いと主張しこの件について MLB のコミッショナーであるロブマンフレットと会談することを求めた。しかし MLB はフレイジャーの発言についてはコメントしていないと述べた。5月8日にハムストリングの痛みのために 故障者リスト入りした。6月5日に復帰したが、7月9日に左胸科筋の負傷で、再び故障者リスト入りした。最終成績は115試合の出場で打率、213、18本類打59打点だった。2019年は、スプリングトレーニング中に左腹借金を負傷し、故障者リスト入りして、開幕を迎えた。 4月22日にメジャーへ復帰し、8年連続となる2桁本塁打を記録した。オフの10月31日に FA となった。2020年1月15日にテキサスレンジャーズと500万ドルの単年契約を結んだことが発表された。オプションとして2021年シーズンの選択権を球団側が所持し、バイアウトの際には150万ドル支払われる。背番号は、 メッツ時代と同じ21で2020年シーズンの年俸は350万ドルでバイアウトを含め500万ドルとなる。2020年8月31日に後日発表選手とのトレードで古巣のメッツへ移籍した。9月19日のアトランタブレーブス戦の9回をもって13点差の大量点差で負けており投資温存のために登板した。 スローボールとナックルボールを駆使し1回1奪三振、無失点であった。オフの10月28日に球団が延長オプションの放棄を発表したため FA となった。2021年2月20日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月26日に自ら選んで契約を途中で、 放棄するオプトアウトを行使して一旦 FA となるが30日に改めてマイナー契約を結び直したシーズンでは4月22日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしただが13試合で打率086と振るわず5月10日にリーフとなり13日に FA となった長慶のチャーリー・フレイジャー・ジュニア時系のジェフ・フレイジャーは共に 元プロ野球選手。チャーリー・ジュニアは元フロリダ・マーリンズ参加の外野手で、現在は故郷のニュージャージー州で野球教室を開いている。ジェフも外野手で2010年にデトロイト・タイガースでメジャーデビューを果たした。ありがとうございます。